わっさっ、やぴまるです。はい、ということで今日はですね、バランス調整の、まあ、動画となります。はい、で後半ハイパーチャージも新しいの出るんで紹介していきたいと思います。ということでチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。いきますよ、レッツゴー。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まずじゃあこちらの画像を見てください。ドーン。はい、2024年8月下旬バランス調整ということで、こちらまたかなとんさんが画像を作ってくれました。ありがとうございます。はい、でかなとんさんのツイッターね、下の概要欄に貼っておくんで、まあ、X かよかったらフォローしてください。じゃあまず強化ですね。こちら、まず左上からストゥーです。ストゥーの HP が5800から6400で、まあ HP に比例してスタバの、ね、ガスヒールも580から640に変更されるというか上昇するんですけども、これね相当強いっすよ。 HP 上がるプラスヒールのまあ量も上がって、今までのストゥーでも結構強かったんですけど、なんでストゥー上げたんだろうそもそもっていうのは個人的にはあるかな。全然弱くなかったし、もっとストゥーが強くなるんじゃないかなと思います。で次スパイク、スパイクは HP が4800から5200になりましたと。でそれに比例してガジェットと、スタパの栄養補給が変わりました。第2ガジェットのライフプラントが、サボテンの HP が2400から2600に変更して、破裂時ですね、破壊時の HP 回復量が1440から1560に変わりましたという感じです。でスタパが栄養補給が、まあ、1200から1300に増えたということで、まあ、栄養補給を使う人あんま増えないと思うんですけど、ガジェットと HP 上がったのは相当いいんじゃないですかね。まあどれだけ強いかは分かんないんですけど、まあ全然使えるんじゃないかなとは思いますね。でも環境に影響はあんまりなさそう、はい、っていう感じです。で次スプラウト、スプラウトは通常攻撃が1960から2080になったということで、まあ、2000を超え始めるとね、いよいよ結構強いんじゃないかということで、別に弱くもなかったんだけどね、まあ、ラリロリとベリーが結局強かったんで、まあ、それとちょっと対抗して、まあ、バーリー、ラリロリ、バーリー、ベリーだったんですよ、投げがね。だったんですけど、まあ、そこにちょっとスプラウトも対抗していこうということで。で、ダイナマイクは多分別に、あれは PS キャラなんで、まあ、なんかを上げるとかはなしなんで、これで結構全体的に投げキャラが強くなったんじゃないかなと思います。ウィローも結構強いからね。はい、じゃあ次、ガス、これねガスやばいよマジで。 HP が2000から、違います、通常攻撃です。通常攻撃が2000から2240に上がったということで、なんと240ダメージが上がりました。これ相当強いです。で、まあ、それに伴ってゴーストクラッカーも2000から2240になったということで、だいぶ戦えるようになったんじゃない。でスタパもあのなんだろう、ウルト自分につけるとダメージが上がるやつなんで相当強いと思います。ガス、まあバトロイはちょっと分かんないんですけど、サンサンは確実に強いですね。まあ、今回ちょっと予想してたハイパーチャージは来なかったんですけど、まあじゃああれは誰だったんでしょうっていう感じで、はい、まあまあガスは普通に環境で結構使われそうな気がします。で次、ローラですね。ローラは通常攻撃が、1リロードあたりのダメージが 520×6 から 560×6 になったという感じです。でそれに伴って第2スタパの回復量も208から224に、上昇したという感じですね。まあ、ローラ自体そんなに弱くはなかった気がするんですけど、まあ、メグとパールがやっぱ結構輝いてたんで、まあ、それと同じ種類なんですよ。ローラってやっぱその弾の感じね、似てるから、だからローラもそれで使われるようにしてほしいから上げるみたいな感じなんじゃない。でもこれだと多分強奪普通に強い、強奪が結構強いと思います。はい、でこいつがローラが増え始めたら、次ベルがまた増えたりとかねするんで、環境変わりそうですね強奪の。次 D ですね。 D は通常攻撃のブーストされた弾のダメージ、まあ、あの強化なんだよね、が4000から4400、まあ、これも強いんじゃないかな。前はでもこんぐらいだった気がするんだよね。ちょっともうなんか4400とかそこら辺あった気がするんですけど、そうだな、タンクに強いって言われていたんですけど、最近タンクがタンクすぎて B だけだと全然止まらないから、いい強化なんじゃないですかねこれは。はい、
次グロム来ました。あ、そう忘れてた、こっち投げグロムがさっき忘れてた投げ全体が強くなってたけど、グロムは通常攻撃が2120から2280になったと。で必殺技の回転率も、6から5に変更、まあだから5発でウルトが溜まるようになったよって感じですね。まあ、これも結構強そうですね。うん、だいぶグロムが、でもグロム結局避けられると意味ない内容にもなってるんで、まあ本当に上手い人は結構化けるけど、得意じゃない人はあんま変わんなそうですね。使いやすくはなってないかもあんまり。で次これダリルね。ダリルはですね、必殺技ゲージが満タンになると必殺技を2個使用できるようになるということでね、ちょっとこれ使っていきます今から。はい、ということでダリル見てください。もう右下にウルトの2のマークがついてるんですよね。だから1、まあ、2でこれでいけると、これ普通にね強いと思うよこれ結構。でこれでこうやって足んなかったらまたこうやってウルト使えばいいしね。距離が足んない時にも自分でやっぱその伸ばせるっていうのも強いし、しかも自動でウルトが溜まるんで、これ結構強いと思うな。だから面白そう。しかもなんかこんな反射させてパンパンって届かなかったらこうやってね突っ込んだりして、強くね普通にこれ普通に川もだから2回割って、え、これめっちゃ強い気がするんだけどってことができてしまうと、これだいぶダリル面白いんじゃないかなって個人的には思います。はいはい、ということで次の強化ですね。ペニー、ペニーは、ウルト大砲の HP だ、大砲の HP が5600から6800になるんだ。本体じゃないんだよ、大砲だね、ウルトの。だから壊されにくくなったっていう感じはね、あんまりそしたら強くないんじゃないかな別に。てかそもそもペニー自体が弱いからさ、あんまりだってなんか弱いかもしれない。未だに弱いっすね。まあ、ちょこちょこ挑戦して、フェニーが強くなるというか、使えるようになるのをね、まあ、待つのかなと思うんですけど、あんまりこれ微妙かもね。で、次、ウィロー。ウィローは必殺技ですね。敵を操っている時の自身に対するダメージ低減率が 25% から 50% になったということで、まあ、ちょっと危険なウルトの使い方がしやすくなったんじゃないかな。まあ、被弾を受けても、まあ、ウルトを、そうだね、まあギリ使えるというか、前よりは使いやすくなったって感じですね。うん、で次来ましたアッシュ。アッシュは第2ガジェットのバナナの皮が、怒りゲージと引き換えに失う HP の割合が 25% からマイナス 10% になったということで、このね第2ガジェット結構前強かったんですけど、やっぱ HP を失うのが結構大きかったから使いづらさあったんですよね。だけどマイナス 10% だったらだいぶ強そうですね。ちょっと試してみようかな今。はい、ということで、じゃあ使ってみますか。ガジェット HP 1800から9720になって、まあ、もう確かにな、これいいな。で大体このバナナの Wi-Fi が弱い。バナナの、まあ、皮を使うときって、復帰とか、まあ、初手とかで多分使うんですけど、待って、意外と怒りゲージ遅いな。ここでこんな感じで初手で、まあ、ここで敵見つけたら使って怒りゲージでスピードアップと火力アップみたいになるか。火力っていうかあれか、まあまあ強そうだなこれ。はい、っていう感じでアッシュだいぶ使いやすくなりそうですね。まあでもアッシュはねマップにもよるんですよね結局。でもバスターとかに対しては結構これで戦いやすくなったんじゃないかなって個人的には思います。次ですね、次はマンディのスタパ、ハードキャンティの、集中力ゲージが満タンの時に発生するシールドのダメージ低減率が 30% から 40% になったってことで、まあ、これはね多分使わないです。1個目のスタパがしっかり強すぎてこれを使う必要がないということでね、まあ、上げた意味がないです。次にタラの第1スタパの影武者の影の HP が3000から3400に上昇と。で癒しの影が第2スタパ、影の HP は2400から3000に変更ということでね、まあ、これもそこそこかな、そこまで変わんない気がします。で次ティックですね。ティックはハイパーチャージの、回転率が 25% から 40% に上がったということで、これねめっちゃ強いですよ。ハイパーチャージ1個溜まるのに、2.5 ウルト4回分だったのか、ウルト4回分だったのがウルト 2.5 回分でハイパーチャージ1個溜まるようになったんですよ。これだいぶね強いと思います。まあ、ちょっととどんなもんか試してみようかな。はい、じゃあちょっと試してみますね。まあ、いつもの感覚で投げるけど、
ティックの弱いところは廃茶が、ね、あんまたまんなかったんですよね。なんですけど、これね、多分ね、ティックの時代来ますよ。これだいぶ強いよ、マジで。うん。いや、これね、本当に強いと思う。今回のこの調整はだいぶティック強くなるんで、まあ、使用率上がるんじゃないかなって思います。だから全体的に投げが強化された感じするね。グローブもそうだし、うん、スプラートもそうだし、ティックもそうだし、これだいぶ投げが強くなる環境にはなってくるんじゃないかなって思います。まあ、バーリー、ベリー、ラリロリに合わせたって感じだね。ラインを。全部の投げキャラ、ダイナ以外強化入ってるからね、今回。これめっちゃいいことですね。はーい。はい。ということで、次、火砲ですね。火砲、まず1体目がフランケン。フランケンの HP が14000から13400になったということで、スポンジつけてると15400から14740になったということですね。まあ、ソロだとだいぶ変わると思うんですけど、そもそも33だとね、まあ、スタパは関係ないです。スタパこっちじゃないんで、正規泥棒を使ってるんでね、33は関係ないと。うん。だけど、まあ、HP 自体が下がってるから、でも-4% か、なんとも言えないですね。まあ、こっちより次の第2ガジェットのこれ不可抗力の方が、まあ、ソロだと結構使われているそうなので、まあ、1.5 になるのはだいぶまあ弱くなるんじゃないかなって思いますね。ただ33にはこのガジェットあんま使う人いないと思います。ノイズキャンセリングだと思います、今は。はい、なのでそこまで関係ないと思うかな。まああんま足んないかなって感じです。まあでもいいかな、正直。フランキー強いけど、前出た時よりは強くないから、まあいいか。はい、じゃあ次、クランシー来ました。やっと来たよ、クランシー。クランシーは、第3段階でのペイントボールのダメージが 1800×16 から 1520×16 になったということで、まあ、だいぶ火力下がってますね。で、必殺技の回転率も5から6に増えたと。で、必殺技ヒットによる必殺技ゲージのリチャージ率も約-35% ということで、まあ、ウルトの回転率が下がったよっていう感じですね。まあ、これ使ってみてどうかなっていう感じなんですけど、だいぶ弱くなるんじゃないかなと、思います。はい。まあ、ただ、進化のとこはね、別に調整されなかったんで、まあ、まあでもこんぐらいがちょうどいいんですよ、結局は。まあ、いい調整かなと思います。はい、じゃあ次、こちらの画像ですね。バスターの HP が14000から10000に下方されたと。で、第1ガジェットのユーティリティベルトの味方1体あたりの HP の回復量が936から900になったということで、このガジェットを扱ってる人あんまりいないので、そこまで関係ないですと。はい。まあ、HP10000 になったのは、まあ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 、ちょっと変わるかな。って感じかな。そこまでですね。で、次、メグ。メグは通常攻撃。まあ、巨大メカの時ですね。340×16 が 300×16 ということで、これ結構下方されたんじゃないですかね。340だったのが300でしょ？だいぶ火力が下がったんで、むしろちょっと使いづらくなるんじゃないかなって思います。33は特に。うん。で、今までメグ選んでたとこがメグじゃなくて別のキャラになる可能性はあります、結構。まあ、ローラとかに、それこそ。で、次。はい、ベリー。あ、ベリー下方来たわ。ベリーは必殺技の回転率が、下がったということなんですけども、これはみんなが前言ってたやつね。アイスクリームがもたらす HP の回復による、必殺技ゲージのチャージ率。だから味方の回復でウルトが溜まるチャージ率をマイナス33%になったということで、これみんなが言ってたやつとちょうど同じぐらいですね。次、アンバー。アンバーは第2ガジェットのダンシングフレームが2100から1890になったということで、まあ、これも別に強かったけど、最近そんなだったから、まああんまり下方する必要もなかったのかなと思います。はい。次、キット。キットは第2ガジェットのチーズバーガー。おぶさった味方と自身の HP 回復率が 40% から 30% になったということで、これもね、別にここじゃないんだよな、キットって感じしますけどね。散々強いけど、それよりソロの方がちょっと、ソロデュオとかの方がしんどいと思うんで、ここじゃない気がします。下方するのは。まあちょっとずれてんのかなっていう。使ってるこれっていうか。使ってる人いなくね、チーズバーガーって思うんで、下方だけど下方じゃないですね、これに関してはきっと。はい。じゃあ最後、ゲイル、リワークですね。ウルトの、ヒットによるダメージが1220から1640に変わりました。まずね、一発が前は1220だったのが今回1640にちょっと上昇したんですけど、ウルトがね、そもそも2個当たってったんですよ。それがバグっていうか、その問題だったらしくて、問題だったんですよ。だから2440出てるのがおかしい話だったのが、夏休み期間ずっと続いてたっていうことなんですよ。
もうだそれを放置している時点で修正じゃなくて下方テストに出せばいいのに、修正ってねあえて出してしまうところですよ。まあ、だからウルトのダメージがまあ約半分ぐらいになったって、思っているといいかもしれないです。はい、ということでじゃあ下方は以上となります。はい、じゃあ次ねハイパーチャージ新しいの見ていきたいと思います。まずポコのハイパーチャージですね。メディカルメロディー、ちょっとこれ変えます。ほい。さあメディカルメロディー、ハイパーチャージ中の強化、必殺技の超過回復分がシールドに変化する。シールドは5秒で喪失する。なるほど、あ5秒しかあれなんだね。まあ、これはまあ、ウルト使った時に基本はヒールとして扱うんですけど、 HP が満タンの味方に使ってもシールドがつくっていう、意味合いですね。でスピードが 25% 上がってダメージ 15% とシールド 15% ですね。まあ、正直配置がつくだけで、まあ、あのステータスがアップするんで、配置がついただけで一応そのキャラ強くなったっていう、感じでまず思っとくといいと思います。じゃちょっと試していきます。はい、ということで次は新しいハイパーチャージの説明していきたいと思います。まあ、説明っていうか紹介やね。まず1体目はポコですね。はい、ポコのハイパーチャージこちら、メディカルメロディー、必殺技の超過回復分がシールドに変化する。シールドは5秒で喪失するということでね、まあ普段はヒールのウルトなんですけど、それをまあ体力満タンな味方に使ったら、それがあの回復分がシールドに変わるということでね。はい、だからいつでもっていうか最初に多分ウルト配置使ってウルト使ってシールドつけて、でタンクを前にして自分も通常攻撃でウルト貯めて、まあ、なんか2周目入るみたいな感じの使い方だと思います。結構強そう。はい、じゃあちょっと使っていくんですけど、一応ポコのハイパーチャージは通常攻撃じゃあそうですね、通常攻撃10回で、貯まります。じゃあ使います。はい、こんな感じでこっち使うと、はい、自分にね回復分のシールドがつきます。でこれは5秒で終わるんですけど、なんかちょっと待って、ワンチャンハイチャ使ってウルト使ったらどう、なんか2周目入ったらどうなんだろう。これ2周目気になる。はい、おあすごい、これウルト2周目入ったらもう一回シールドつくわ。これ結構まあこういう場面があんまないと思うんだけど、このウルト2周目入った時結構強いな、これ。はいはいはい、まあ、HP が満タンな時はね、だから一応二重でシールドがつくって感じでね、上書きされるって感じ。まあ、だから俺の個人的なポコの使い方なんですけど、まあ、ハイパーチャージを初手で使って、こうやってウルトを使って、まあ、味方にもシールドつけてこうやっていくじゃん。で敵をまとめてね、攻撃してウルトを回収して、でもう一段階ウルトを使って、まあ、全回復してということで、結構強そうですけどね、このポコのハイパーチャージは。はい、はい、ということで次こちらナーニですね。ナーニのビッグピープ、必殺技のピープが移動しながら徐々に大きくなるということで、スピードダメージシールドはプラス15、15、5% ということでね、買っていきましょう。まあこれね、さっき実はちょっと試したんですけど、あんま強くないっすね。はい、さあということで使っていくんですけど、ナーニのハイパーチャージは通常攻撃7発で一応溜まるようになってますと。まあ、7発が6発とちょっとみたいな感じですね。一かけらみたいな。はい、じゃあ使いまーす。いや、マジさっき使った時は、ちょっと俺下手なんだ。ちょっと、えぐい。ピープがえぐい。ちょっと下手すぎん、俺。あっ、まあ、5869ということで、実際そんなに火力上がってないんですよね。だからあんまりなんか、バグなのかな、調整ミスなのかなぐらい弱いです。正直、このハイパーチャージ。だから、ナーニのハイパーチャージを使った時の火力もうちょっと気になる。4440でしょ、それが5106ということで、まあ火力が上がって、ハイパーチャージを使ったナーニが実際強いみたいな感じかなとか思ったりしてますね、正直。まああとはだから、そうだな、ハイチャ使って、こうやってね、やりながら、ハイチャ切れそうな時にウルト使うみたいな。そう。このウルトはね、ハイチャのウルトなんで、こういう感じだね。これが多分強いわ。まあ、下手くそなんですけどね。
はい、ということで次モーティスですね。モーティスはこちらブラッディブーメラン、必殺技のコウモリが自分の元へ戻りダメージと回復量が最大2倍になるということで、まあ、往復するってことですね。往復して往復するから2倍になるよということでね、まあ、これね結構強いと思います。うん、めっちゃ回復するしダメージも与えられるということでね、じゃあ使っていきたいと思います。あ、一応ねスピードとダメージはプラス 24% と 25% で、シールドはプラス 15% ですね。はい、じゃあ使っていくんですけど、一応モーティスのハイパーチャージは通常攻撃10発で溜まります。はい、さあこんな感じ、ウルトを使うと往復すると、これ結構強いんですよね、思ったより。敵がね結構溶けると思います。はい、こんな感じでした。だいぶ強いっすね。うん、シンプルに2倍になるということでね。はい、簡単。はい、ということで次はスクイークですね。スクイークは必殺技がバウンドし、粘着ジェル爆弾が2回飛び散るようになるということで、でステータスアップがスピードプラス 25% とダメージプラス 25% とシールドプラス 5% ということでね。はい、じゃあ使っていきましょう。よいしょ。はい、ということでじゃあスクイーク使っていきたいと思います。スクイークは10発だね。通常攻撃10発ですね。はい、それでハイパーチャージが溜まるという感じです。跳ねるんですけど、壁の近くでこうやってやるとほら壁に跳ね返るから、こんな感じでね、これめっちゃいいよね。スクイークはだいぶ強そうな感じがします。だから結構不規則だから、前よりはウルトが当たりそうなんで、スタパのあれがね、なんだっけ、2つ目のねウルトのスローダウン入る方のスタッパの需要が高まるね、これで。ハイパーチャージでもう一発当たるから、ほな、うん、こんな感じで、ちょっと避けづらいですね。ほぼ確実に当たるみたいな感じなんで、まあ敵が例えばすごい、たくさんいるところに、このハイパーチャージウルトを使ったら、まあ、だいぶ強そうですけどね。あと、強奪も結構強そうなんで、今からちょっと試していきますわ。はい、じゃあちょっと配置溜まったんで使っていきたいと思います。せーの、はい。はい、これでどうだ。あー、そっち行っちゃうか。あ、でも、1万5000入るね。前1万2000だったんですけど、1万5000入って、一気にね、22% か。22% 削ることができたということでね。まあ、強奪の削り、強そうだなと思ったんですけど、跳ねちゃうから、ちょっと難しいね。向きによって違うんかな。はい、ということで次、タラですね。タラは、超大質量ということで、まあ、ウルトの効果範囲が 20% 拡大するっていう感じですね。うん、まあシンプルにウルト使いやすくなるよって感じです。じゃあちょっと使っていきたいと思います。でステータスはスピードプラス24とダメージプラス25ですね。はい、はい、じゃあ使っていくんですけど、まず通常のウルトがこの大きさですね。はい、なんですけど、はい、じゃあ使うと、うわ結構でかくなる、こんな感じ で一応ねダメージも上がります。通常攻撃の近距離だと、そうそうだね、結構これ2000入ってた、今どんぐらい入ってた。ああ、そうか、ウルトのダメージも上がるから、まあ、全体的にウルトも強くなったし、いやまあ結構強いかもね。はい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 、こうしてウルトで2000ダメージ入って、近距離4400やって、ああ結構強いかも。タラのハイパーチャージ、ハイパーチャージすぐ使ってウルト使って巻き込んでやったら、タンク3人とかでも全然倒せるね。あ、だいぶ強そう、これは。はい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 。まあ、タラ良さそうですね。まあ、タラ自体があんまり使われないから、ハイパーチャージで、まあ、どうなるかっていうのは今後の期待ですと。はい。でタラはハイパーチャージはね、通常攻撃7発で溜まるんですけど、7発とカード1枚って感じかな。7発とカードの端っこ。そう、こんな感じ。これで溜まります。はい、まあ、だから比較的溜まりやすさはあるから、まあまあ強そう。はい、ということで今日ラストはサージですね。サージはこちらレベル5ということで、これかっこいいね。通常攻撃が常に分裂するようになり、射程距離が延長されるということでね。はい、じゃあ買っていきましょう。でもこれね、あれなんですよね、そこそこって感じあったね。言うて通常攻撃2360ね。 OK、 覚えておきましょう。さあ、ということで使っていくんですけど、ハイパーチャージを使ってウルトを使うとどうなるか。これこの時はこんな感じであんま変わんない。まあ分裂はします、常に。だけどウルトを使うと射程も伸びて、はい、こんな感じ。1段階進化するだけで結構変わりますね。見た今、もう一回やる？はい。
配置は使って一発目は分裂するけど射程は伸びてない。ただこうやってやると射程も伸びるし分裂も3本になるって感じですね。ただウルトを使うとね、それだけでね1秒間ぐらい使っちゃうんで、そこがねちょっとハイパーチャージとウルトの相性が悪いですね。まずこれが第一段階です。はい、ということで次ね、もう一回進化したらどうなるかいきます。せーの、はいはいはい、はい、こんな感じ変わんないですね正直。そうだから多分これは何回進化しても変わらない。一回ウルト使う使わないですね。はい、それで変わるかな。はい、じゃあちょっとこの状態で最大進化の状態で使ってみるね。はい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 、まあ、こんな感じですね。なるほどね。いやどうなんだろう、なんかそんなに強くなさそうな気がしてるんだが、どうなんでしょうか。なんとも言えないな。配置は使うとダメージがでも結構上がるのか。でこれでカベラもダメージ、まあ、分裂弾だからダメージが1317っていうね感じで低くなるのはまあ当たり前なんですけど、なんとも言えない。どうなんだろう。いや、なんか使ってる感じそんなに強くなさそうに見えてしまってる俺がいる。あんま変わんないんじゃないかな。いやー、微妙微妙やな。はい、まあいいや、一応サージは10発でハイパーチャージが溜まります。ただこれのいいところは、まあスタパ2つ目使って、まあ、死んだとしてもその後にね、まあ、また1段階から2段階目か2段階目から始まるんですけど、そのスタパの効果でね、その時に、まあ、ハイパーチャージを使って一気に復帰して、まあ、敵を倒すことができるんで、そういう意味では結構強いかも。だからどの進化段階で使ってもハイパーチャージの効果自体は変わらないです。はい、まあ、そこだけ覚えててくれれば、てかそれだけで、まあ、復帰だ。3対3は強いかな。リオとかはバトルはあんま変わんない気がします。はいはい、ということでいかがだったでしょうか。バランス調整と、ハイパーチャージ、まあ、いろいろ試したんですけども、まあそこそこって感じかな。大きな調整はなかったんですけど、はい、ということで皆さん何かあればコメントください。よろしくお願いいたします。ちょっとね出先だから今ホテルなんですよ。あんまりだからね音質も悪いし、ちょっと内容的にもどうなのかなってちょっと思ったりしちゃってるんで、すいませんって感じですね。はい、よかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では終わりましょう皆さん。それではまた、バイ。